はい、今回はですね、もう渋すぎる、俺のチャンネルならではのカードかな。青木拓、拓也か。知らんねんっちゅう話やな。もう俺もプレイスタイル知らんな。何歳？180、あ、1989。あ、もう30オーバーか。32か。結構いってんな。33か。179センチ。まあ、完全なる中盤の、ハードワーカーですよね。浦和にいたんすね。俺 FC 東京のイメージしかないな。浦和の前どこいたんやろか。ちょっとわからへんな。また調べなあかんね。まあでも完全に中盤のハードワーカーで。まあ今シーズンね、FC 東京も選手層が薄かったんでね。中盤は松木玖生でしょ？で、この青木でしょ？で、東とかか。ぐらいですよね。だからその次が出てこないんでね。まあ補強してんのかな。まあ補強すると思うんですけどね。アルベル監督の433。あれがどれだけ、まあ完成度高くなるか。まあ完成度は高くなってたと思うんですけど、まあいかんせんね、俺ね。助っ人外国人が結構年齢いってんちゃうかなって、レアンドロとか、アダイウトンとか、ディエゴ・オリベイラとかね、お一人誰だか忘れたけど。あ、全員残留すんやったっけな。ちょっとわかんないですね。で、エンリケ・トレビさん？トレビさんやったっけ？なんかいるよね。そうそう。ほんで、キーパーね。まあ、キーパーはいいよね。ちょっとほんで、補強のバランスがね、前線ばっかり偏ってるから、ちょっとバランスよくしないとね。まあ、中盤はね、このもう、青木が軸になって、松木玖生もね、多分軸にはなっていくと思うんですけどね、俺、遅から早からすぐ、多分海外に行くと思うんですよね。だから青木もね、もう来年が本当に年齢的には勝負かなって。FC 東京どうすかね、タイトル。そうな。ACL 圏内には入れそうな気がするけどね。まあでも、タイトルは難しいかな。俺、来年は柏と、鹿島？行くんじゃね？他あったっけな、チーム。他、行きそうなチームない。マリノスの連覇はなさそうやな、さすがに。ACL とかもね、金もあるし。さすがにそれは厳しいかな。川崎もちょっと厳しい。川崎俺でもね、あれ、鬼木が引き抜かれるような気がするんですよ。日本代表に。で、谷口も抜けたからね。ちょっと厳しいかな。ってな感じで、青木と全然関係なかったですけどね。まあまあ、FC 東京のハードワーカーということで。まあ来シーズン頑張って。